古事記と日本書紀。これらはまとめて記記と呼ばれ、日本最古の歴史書と言われています。古代日本の歴史を語る上で必須の存在ですが、皆さんは古事記と日本書紀の違いをご存知ですか？どちらも日本が一つの国家として成り立ち始めた8世紀初めくらいに天武天皇によって編纂されたものです。しかし、ここである疑問が浮かびませんか？それはなぜ同じ人物が同時期にあえて2種類もの歴史書の編纂を命じたかということです。そこで今回の動画では古事記と日本書紀の違いやその謎について解説したいと思います。それではスタートです。古事記と日本書紀。記記が成立する以前にも神々や天皇家の歴史について記された定記や給仕などの書物は存在していました。しかし、その内容が何者かによって書き換えられたり消失してしまったりしたものもあったため、本来の歴史の保護と新たな国史を作成するために天武天皇が記記の編纂を命じたとされています。古事記と日本書紀は大まかな内容で分けると、どちらも神々が日本という国を生んでいく神代と、神々の血を引く天皇らが日本を統治していく神代で成り立っています。神代に関しては、古事記は第33代推古天皇まで、日本書紀は第41代持統天皇までの歴史が書かれています。細かい部分では異なるものの、どうして同じような内容のものを2つに分けたのでしょうか。古事記と日本書紀の違いとは、古事記と日本書紀の特に分かりやすい違いは、巻数にあります。古事記は上巻、中巻、下巻からなる全8巻であるにもかかわらず、日本書紀はその10倍の全80巻からなっています。巻数からもわかるように、完成までの期間も大きく異なっています。また記記の編纂を命じたのは天武天皇ですが、実際の編纂者に関しては古事記と日本書紀で異なっています。古事記は日枝の阿礼という人物と、当時の優秀な学者であった大野安麻呂という人物によって編纂されました。日枝の阿礼についてはとても謎が多く、また性別も男なのか女なのかがはっきりしていない人物なのですが、超人的な記憶力の持ち主だったと言われています。驚きなのは、古事記は日枝の阿礼が覚えていた定記や給仕の内容を口述し、大野安麻呂がそれを一気に書き上げ、たった4ヶ月という短い期間でまとめられたものです。口述ということも影響していたのかは分かりませんが、古事記の内容は物語調で記されています。それに対して日本書紀の編纂にかけられた年月はなんと約39年だと言われています。川島の巫女、押し壁の巫女を中心とした12人の皇族、皇族、管理によって編纂されました。ちなみに編纂責任者は天武天皇の第三巫女にあたる舎人親王です。日本書紀は古事記のような物語帳ではなく、日本という国家の歴史について年代順に出来事が書かれている変年体となっています。つまり、どちらかというと、古事記が読み物というイメージで、日本書紀は歴史を記録したようなものだというイメージを受けます。実際に古事記の記には日記、伝承記録という意味があり、日本書紀の記には歴史書という意味もあるようです。また、前に解説したように、古事記と日本書紀は、どちらも神話的要素、いわゆる神代と、歴史的要素、いわゆる神代で構成されていますが、その比重は大きく異なります。古事記は約 33% が神話的要素、いわゆる神代を占めているのに対して、日本書紀では神話的要素、いわゆる神代は約 6% にとどまっているのです。つまり、古事記では神々の物語がじっくりと描かれているのに対して、日本書紀では神話的要素、いわゆる神代については簡略化されており、内容も異なっているのです。
例を挙げてみると、古事記には死んでしまったイザナミをイザナギが黄泉の国に迎えに行く話がありますが、日本書紀ではイザナミは死んでおらず、イザナギと国土を完成させたという記載もあります。国土が完成してしまっていることからもわかるように、古事記に登場する出雲での大国主の国造りの話も日本書紀には登場しないのです。その代わりに日本書紀ではその後の歴代天皇の業績について詳しく記載されています。ここまでの解説でも古事記と日本書紀の大きな違いが見えてきましたが、さらに文章の表記を見ることでそれぞれの書物の大きな目的が見えてきます。古事記と日本書紀の目的とは、実はそれぞれで用いられている言語が異なっています。古事記も日本書紀も漢文で書かれていますが、古事記は当時の日本語である大和言葉を元にした漢文であり、日本書紀は中国語そのままの漢文になっています。当時の日本ではひらがなやカタカナが発明されていなかった時代だと言われているので、中国から輸入した漢字の音だけを借りて大和言葉を表現していたのでしょう。また日本書紀には陰陽二元論という中国思想の影響も見られます。ちなみに陰陽二元論とは、ありとあらゆる事物を陰と陽に分け、陽は陰が陰は陽があって初めて一つの要素となり得るという思想のことです。例えば男は陽、女は陰という感じです。もっと言うなら陰と陽の対立する2つに分類し、これらはお互いに過不足を補い合い、バランスをとって存在しているという考え方です。古事記では神々は性別を持っていませんが、日本書紀では女神や女神と表現されていたりします。つまり古事記は日本人向けに、日本書紀は海外向けに、特に中国人や東アジア圏の人々に向けて書かれたものであるということがわかります。このことからも古事記は近代からつながる天皇家の正統性古事と天皇の神格化を目的として国内向けに書かれたものであり、日本書紀は海外向けに日本の成立や歴史の正統性を示すものだったのではないかと考えられています。古事記と日本書紀はそれぞれ違う目的のもとに編纂されていたのです。古事記と日本書紀の性質とは、こうして詳しく見てみると古事記と日本書紀の性質が全く違うということがわかります。古事記では物語調で、これこそが日本の歴史ですという一つの物語が語られている一方で、日本書紀では一緒に曰くという言葉とともに、本伝を中心に他にもこんな言い伝えもありますという遺伝も多く記載されています。つまり別の書物に記されている記述を客中のような扱いで列記してあり、これは近代の部分のみそのような記載のされ方となっています。最後に漢数が少ないという点でも、現代ではどちらかというと古事記の方が読みやすく親しみやすいとも言われていますが、日本書紀に記載された様々な遺伝に興味を持った方はより一層楽しめる書物になっているのではないでしょうか。古事記と日本書紀に出てくる日本神話を比較してどこが違うのか探してみるのも面白いかもしれません。どちらも現代語訳されたものや、わかりやすく漫画化されているもの、またライトノベル化されたものも出版されています。気になる方は一度読んでみてはいかがでしょうか。そして皆さんが歴史入門編機器である古事記と日本書紀の違いと目的と性質について簡単解説を見て、少しでも面白いと思っていただけたらとても嬉しく思います。さらに魅力的な歴史の物語もお届けいたしますので、どうぞお楽しみに。高評価とチャンネル登録をお願いします。皆さんの応援が動画を作る励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。